お疲れ様です。その日暮らしです。今週もやってまいりました声優ニュースのコーナー。今宵も個人的に気になった出来事を紹介していきたいと思います。ちなみに今回はほぼツイッター情報です。それではまずこれ。津田健、往復する。時は4月の19日。最近はサビクイビスコの黒川やプラチナエンドの米田岳などでおなじみの声優、津田健次郎さんが、ドルガバと呪術のコラボ広告をバックに自撮り写真を公開したことで話題となりました。ちな自撮りできるタイミングを測るために、広告の周りを往復した回数は4回。そして津田健さんは4回で自撮りできたのは運が良かっただけだと、7人のセリフを引用したことでフロアが沸きました。 15.8 万いいねはやばい。世界の津田健と化している事実に驚きを禁じ得ないといった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。というかドルガバと呪術がコラボしてるという事実にも驚きを禁じ得ないわけなのですが、何このコレクター涙目案件。ちょっと気になっていくらするのか調べてみたんですけれど、 iPhone ケースが約3万、パンダのバッグが16万、野原のパーカーが27万、五条悟のトータルコーディネートに至っては94万円もするみたいです。貧民はまず手が出せないお値段設計。転売ヤーも裸足で逃げ出す始末です。そして個人的に何が一番違和感なのかというと、これ一体誰なんだお前は。何この中華のドラちゃんを彷彿とさせるデザイン。のわりに16万、ダークかモノホンパンダの毛とか入れ込んでます。このコラボはネット上でも値段が領域展開、まるで特級呪物などと称され、誰が買うんやと白い目を向けられておりました。まあ本来ドルガバ自体おしゃれに富んだ人に好まれるブランドだと思ってるので、ユニクロや GU で満足できてる我々からすれば、変に尖ったそれは違和感に感じるのかもしれないというのが正直なところ。海外と日本じゃ感性も違ってきますし、普段からドルガバを愛用している方にとっては普通に購入を検討されるんじゃないのかなと個人的には思いました。ぜひとも津田健さんにはトータル80万以上の7人コーデで自撮りしていただけることを切に願うばかりです。あと本当にあのパンダ誰、つんぎ、夜道行き、決まった後謝罪。時は4月の20日、女神寮の穂積やスーパー株の小熊などでおなじみの声優、夜道行きさんが、ツイッターにて、北海道の田舎から来た木娘、今日も決まってますと、吉野家内で白目の自撮り写真を公開したことで話題となり、後に謝罪しました。これだけ聞くと何が悪いの?と言わざるを得ない話なのですが、それはどうやら直近でうどんチェーン店として名を馳せている吉野家が炎上していたからなのだそうです。というのも4月の16日に行われた早稲田大学のマーケティング講座にて、吉野家の常務取締役が、木娘をしゃぶ漬け戦略、と発言。その後も、田舎から出てきた右も左もわからない若い女の子を向く、木娘なうちにうどん中毒にする、男に高い飯をおごってもらえるようになれば、絶対に食べない、などと説明したのだと言います。これに対し世間は、木娘しゃぶ漬けは女性蔑視が過ぎる発言だ、反社会的な表現を多用するのはどうかと思う、お前はうどんをなんだと思ってるんだ、などと、否定的な意見が多く集まり、後にその常務取締役は解任されたのだと言います。首ったけとか、取り込みとか、角の立たない言い方なんて探せばいくらでもあったでしょうに、なんでこんなこと言っちゃったんでしょうね、しゃぶってたんですかね。とまあうどん屋のお偉いさんがとんでもない発言をしたことで、先日ベラボーに叩かれまくっていたわけなのですが、ここでもう一度、夜道さんの発言を思い出してみましょう。北海道の田舎から来た木娘、今日も決まってます。そういうことか。どうやら夜道さんは、その木娘しゃぶ漬け戦略にまんまと引っかかってしまっていたみたいで、身の置き所がないと感じたのか、ツイッターで自らネタにしたのだとか、トレンディーで木娘で確かに中毒症状も見られるそのご尊顔とツイートは、いろんな人の目に入り、とんでもないほどのいいね数と、フォロワーを獲得したのだそうです。がしかし、後にスーパー株の作者の方が、物語内で牛丼屋に入るシーンがあるから、吉野家さん、よろしければコマーシャルなんてどうですか?と吉野家に手をこねくり回していたことがわかり、作者は吉野家コラボを絶望するも、その主演声優は吉野家事件を煽っている、という見方をされることに、ちなみに作者さんはこれに関して特に怒っている様子はなく、多分吉野家コラボを絶望している、というよりも、冗談半分というニュアンスの方が正しいのではと個人的に思います。何にせよこの話題は非常に扱いがセンシティブ、100人の人間が100通りの意見を出すとされるこのご時世ですので、面白に変換してくれた夜道さん、さすが、ファンになったと肯定的な意見もある中、最近の声優はモラルがないのか、こういうことすると女性がますます生きにくくなる、などと、否定的な意見も散見されました。後日夜道さんはツイッターにて、誤解を招くツイートをしてしまいましたが、私自身が上京してから安くて美味しいうどんを食べれる吉野家を日常的に利用していたので、まるで自分のようだ、と思いネタにしました。何かの擁護や批判をしたいわけではなく、自分にとって恥ずかしいニュースを面白くしたくて、間違えてしまいました。ごめんなさい、と謝罪文を公表し、この騒動は幕を下ろすのでした。とまあ、軽い気持ちで声優さんが吉野家の術中にハマっていたことを自虐ネタで消化してみた結果、問題視されるようになっていった今回の騒動、皆様はどう感じましたでしょうか?たとえ本人が風刺ネタとして、または自虐ネタとしてツイートしたとしても、同じ境遇の人間をバカにしていると捉えられてもおかしくない内容ではあったとは思うので、やるならそういう否定的な意見も覚悟した上でツイートするべきだったのかなと思います。まあぶっちゃけそこまで悪いことしたかと言われれば、うんという話ですし、もともと吉野家側の発言の一番の被害者という見方もできるわけですし、皆様の意見もお待ちしております。次、木村すばる、予測変換が荒れる。時は4月の17日、甲羅を愛してやまない垣大将声優、木村すばるさんが、ツイッター上での自身の予測変換がとんでもない事態になっていたことを打ち明け、話題となりました。それがこちら、木村すばる、逮捕、犯人、そして不祥事、え、木村どうした?どうやらこれは仮面ライダーリバイス、その31話にて、木村2期の連行シーンがあったのだそうで、その余波が今回の予測変換に現れたのだとか、本人役とはまたこれ
成かにという話なのですが、最近の仮面ライダーはどうやら声優に熱いらしく、直近の放送では堀川亮さん、伊藤美久さん、神谷博さん、鈴村健一さんなど、本人役としてバチバチに起用しているのだそうです。これには声優オタクもにんまり、つんぎ、小形めぐみ、なかったことに、時は4月の18日、小形めぐみさんが、遊戯王デュエルモンスターズの放送22周年を報告するツイートに、やっぱりなかったことになるんだねと演説をしたことで、話題となりました。というのもこの遊戯王というのは、現在放送されているテレ東版と、初めて放送された初代東映版の2つがございまして、今の遊戯は風間俊介さん、初代の遊戯は小形めぐみさんが声を当てていました。そんでもって作っている会社がそもそも違うからか、テレ東の公式は初代なんてまるでなかったかのように振る舞っているというわけです。ですので初代遊戯を務めていた小形さんのこの、なかったことになるんだね、という思いに対しては、我々からしてももう渋い顔でうなずくことしかできないのが現状です。ちなみになんで小形さんではなく風間さんが選ばれたのかという話なのですが、当時制作側は、遊戯の弱々しい部分を表現するのにはどうしたらよいかと考えた際に、演技力も経験もある小形さんではないと判断したそうです。そしてまだ社会経験が浅く、遊戯の弱々しさをリアルに表現できる人材を見つけるべく、ある事務所に求めてみた結果、白羽の矢が立ったのが風間さんだったのだと言います。どうでしょうこれ、一方ではなかなか夢のあるようなお話かもしれませんが、もう一方では少し物悲しい気分にさせられますね。改めて声優は基本使われる側の世界なんだなと感じざるを得ない今日この頃なのでした。最後、文春砲クラウも、無傷、本業は女優さんにもかかわらず、その高すぎる演技力で映像犬の主人公役としてオファーがかかったという、伊藤沙莉さん。彼女は先日11日、文春に劇作家である蓬莱竜太氏との熱愛を暴露され話題となりましたが、その後文春側は、蓬莱氏が別の女優と二股しているやんけという報道を続けて公開したことで、炎上を促しました。はいこちら、文春お得意の熱愛スクープからの爆弾投下という、燃料を置いてから着火のセットアップですね。文春の社員がキャンプした際に思いついた炎上報だそうです。嘘です。記事によると蓬莱氏は別の女優のマンションにしけ込んだとして二股の疑いがかけられているのだそうで、蓬莱氏の交際相手である伊藤さんには心配の声が上がっているわけなのですが、これに対して伊藤さんご本人は、記事にも書いてあります通り、私はお二人が友人なのは知っています。そして何より蓬莱竜太さんを知っています。知った上であえて言えることは、大丈夫ですってことくらいです。かわいそうでも被害者でも何でもないです。軽率だったということは本人にも伝えましたし、むしろ相手の方やその事務所の方々含め、本当に先週の報道からの飛び火というか、ご迷惑をおかけしてしまっていると思います。前回同様、重なってしまいますが、本当に温かく見守ってください。伊藤は至って元気です。という声明をツイッターにて公開しました。この毅然とした対応に世間は、伊藤さん偉い、しっかりしてる、と関心の声が上がる傍ら、そんなに持ち上げることか、知っているとか熟年夫婦じゃあるまいし、などと、否定的な意見も見受けられました。ちなみに蓬莱さんが持ち上げられることはありませんでした。まあ旗から見たら女優を食いまくる作家という印象が強いみたいですし、それより今後新たに爆弾が投下されたらどうするつもりなのかというのが、個人的に危惧するところですね。てなわけで今週の声優ニュースはここまで、皆様も思ったことがあれば、ぜひコメント欄にて教えてくださいませ。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。